たとえ悟空さんでもそう簡単に習得できるものではありませんからね。カリフラさんとケールさんの攻撃に悟空さんの感覚がどんどん鋭くなっているんです。一緒に戦ってっと自分でも信じられねえくれえの力が溢れてくる。すげえパワーだ。これがスーパーサイヤ人3。ついつい勢いで3になっちまったけど、この力に耐えられるだけの体力はまだ戻ってねえみてえだ。はあ？なんだそりゃ。なめてんのかおめえ。いや、わりわり。けど、そのパワーを見せてもらったぜ。スーパーサイヤ人2の先、スーパーサイヤ人3。あんたを倒して、絶対なってやるぜ。あたしたち一緒にな。姉さん。私も強くなる。もっと強くなって姉さんと。まさかあいつ。ダメです、ケールさん。それ以上気を上げたら。あの時の。また暴走しやがったのか。3人の戦いが白熱する中、強くなりたいという気持ちが再びケールを暴走させてしまう。果たして悟空はケールを止めることができるのだろうか。力の大会終了まであと22分。